ここはね廃遊園地なんですけど、もともと砲台だった場所なんですよね。絶対道ではないけど歩けそう。あ、階段だ階段だ階段だ、すげえ砲台です。次の瞬間なんかがバッて出てきそうでさ、人とかが、うわこれはすげえな。写真撮っておきましょう。あれあれやばい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 。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅関東編12日目ということで、現在地は千葉県の鴨川市です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを待っています。ということで今日で千葉県は最終日です。いやー千葉すげえな、こんなに自然があふれる場所だったのか。ほらもう何この光景、アルプスですね、アルプス。1日目のねだるま神社と同じ県にいるとは思えないですね。あーでもほんとなんか廃墟とかが多いですね。あーこれも廃墟かな、違うわ。はい、ということでこれから向かうのが千葉県の富津市にある心霊スポットの砲台山ハイランドです。まあ、ここはね廃遊園地なんですけど、まあ、名前の通りもともと砲台だった場所なんですよね。まあ、1920年ぐらいに砲台が作られて、まあ、それから終戦ぐらいまで砲台がある軍事施設として使われてた場所で、1960年ぐらいに砲台跡を利用した遊園地になったみたいですね。割とすぐ閉園しちゃったみたいで、もう今は完全な廃墟と化してるみたいですね。ある場所自体がね山の多分かなり上の方みたいなんで、昔はリフトとか使って登ってるような場所で、まあ、ここは視聴者の方に教えてもらったんですけど、ネットで調べてもねあんまり情報が出てこないんですよね。まあ、軍人さんの霊が出るみたいな噂らしいんですけど、まあもともと軍事施設だった場所なんでね、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。まあ、ということで砲台山ハイランドは砲台山っていう山の、まあ、多分頂上ぐらいにあると思うんですけど、まあ、今はねもうちゃんとした入り口とかもないみたいなんで、まあ、山を登っていく感じになると思うんですけど、まあ、明るいうちに見ないと多分行き方とかがわからないと思うんで、まずは砲台山に向かいたいと思います。今日も近い、1時間もかかんないですね。もうちょいで着きます。なんかおしゃれな店、あもう横ビーチなんだ。で右には山、のこぎり山って書いてあったな、のこぎり山美術館。へえおしゃれでね、これだと多分これ砲台山だ多分。ダメだ、通り過ぎてしまった。うわーすげー、海っていつ見てもすごいですよね。めっちゃ綺麗やん、エメラルドブルーです。でこの正面に見えてるあれがあそこら辺だと思うんだよな多分。どっから上がんねん、すげーでけー船、金谷丸。これを左、この先車両通行止めです。うーそうだ、なんか駅があったな、駅行ってみよう。浜金谷駅、へーなんかレトロな駅ですね、おしゃれ。多分だけどこの先だな。そしたらちょっとこっから歩いていきます。よし、そしたら準備が行きたので向かいます。へえすげえ道だな、ちょっと待って、これ想像以上に道じゃねえ。あこれ道かな、なんとなく道っぽいぞ。いや絶対道ではないけど歩けそう。あ、階段だ階段だ階段だ、なんかの糞が落ちてるな、キョンかな。階段登るとなんとなく道っぽくなってますね。ちょっとやっばめっちゃ急。あ、なんかある。やばい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 、よいしょ、すげえ、これロープウェイの跡だ。へえ、どっち行って、すげえっすね、こんなになっちゃって。まあ、いいや、ちょっとリフト沿いにとりあえず上がっていきましょう。お邪魔します。うわーすげえな、これフェンスとか、なんだろうこれ、ゴンドラみたいな、なんだろう、52って書いてある。いやーこれ夜やばいな。あーリフトってこれなんだ、かなり小さめのリフトだったんですね。へえ怖くない、こんなちっちゃなあれに乗って。
そっか、じゃああれが椅子なんですね、リフトのちっこい椅子。うわすっげえ、うわ一面海、アメージング。すごい、ああもうサビサビですね。この先はいけなそうだな、こっち側から行こう。なんか穴が、何の穴これ、これすごいな、すげえ、軍事利用されてた時の穴ですかね、防空壕的な。ちょっと入ってみたいですね。ちょっとライト持ってきてないから夜入ろうかな。じゃあ、あーリフトのゴールですねここ。はあ、はしご、あ柵かこれ、はしごじゃなくて。ここがおそらくリフトの終点でしょう。へえ、すげえ、なんだこれ、なんかでっかい穴。おいリフトまだ先あるぞ。マジか、こっからちょっと無理だな。あれおかしいな。あ、でもこの上なんかある。柵が張られてる。よっしょ。はあ。こっちになんとなく道が続いてんな。ってこれ、多分道だよね。こうやってさ、鉄柵がなんか誘導してるっぽいっすもんね。なんかある。あー、これ多分看板の跡って書いてあったかな。あー、これだ、砲台山ハイランドって。外に向けてこれ看板が立てられてたんですね。あー、なるほど、砲台山だ。へー、これは正規ルートなのか。昔はどんな道だったんだろう。あんま変わんないのかな。あ、見て、コーラ。へえ、これメルカリとかで出したら高く売れんじゃないですか。あー、これ分岐っぽいな。とりあえず左行くか。じゃああ、砲台だ、すげえ、砲台です、ガチ砲台で。うわー、こんにちは、すいません、お邪魔してます。すげえ、木が育っちゃってるよ、すげえな、切ってアスファルトをぶち破って。なんか書いてある、ちょっと登ってみましょう。これ取れちゃうね。あー、昭和42年5月。へえ、これ、あ、石なんだ、金属じゃないんだ。ああ、全部石か、これ、石を銀色に塗ってんだ。石だこれ、石。こんにちは、誰かいますか。はあ、誰もいないですね。ちょっと次は右ルート見てみましょう。うわ、結構登るな。ああ、キョンだキョンだキョンだ。マジ疲れた、これ夜くんのやばいな。あー、やっとそれっぽいなんか建物がありましたね。ちょっと待って待って待って、なんか恐ろしいんだけど、やばい、昼間でも何も見えないわ。ライト持ってくればよかった。わかんない、先かなんかで塞がれてんのかな。あー、
なんかが敷き詰められてるけど見えないな、暗すぎて。いや、トンネルは夜行きましょう。じゃあこれはトイレかな。これ男性マークですよね。なんか多分なんかちょっと今と違いますね。でっけえ建物。わあ、すげえ。何だったんだろう。あ、炊事場みたいな感じですかね、あれは。ああ、もしくはなんかレストランとかだったんですかね、じゃあ。これはあれか、トンネルの出口か、さっきの。あ、なんか下がれちゃってんだね。あ、でいつの間にかロープウェイの終着点に来てる。うわー、モーターですよね多分これ。すげーでけえ歯車。こんなところか。まだね、もう少し奥があるっぽいんですけど、それは夜行ってみましょう。そしたら一回下って近くのホテルに行きたいと思います。あー、あれだあれだ、正面に見えるでっかい建物、グランビュー岩井。とりあえずね、チェックインがまだなんで荷物預けてバイクを置かせてもらいました。なんか海がねすぐらしいですね。すげえ、この小道を抜けると水平線が見える。あ、ででっけでっけでっけ船、軍艦みたいな船が。大丈夫、なんかどっか攻めてきたんじゃない、どっかの国が。ここはなんかビーチかな。はあ、すげえ。ほら超でかい船。はあ、あ、なんか海の上になんかある。これはなんだ、石碑みたいな。なんだこれ、オーパーツですかね。もういいや、海が来た。飯屋はねあんまりないんですよね多分。駅前に行けばあるかな。駅まで来ました。遠かったな結構。じゃあ電車やってね。あ、そっか、電車でどっか行けばいいのか。ダメだ、電車来るの1時間後だな。結局バイクで来ました。すげえ、なんかマンションみたいですね。っていうかマンションをホテルにしたんだな。なんかすっげえ変な感じ。10の D。 ピンポンなるもん。到着。もうまんまいいですね。ただいま。すごい。普通のトイレ、普通のユニットバス。食器もあります。炊飯器もある。調理器具まであります。鍋にフライパンも。いや素晴らしいですね。何作ろうかな。あー綺麗ですね。つか広、マジ広。布団。あー、ちょっとねマジで疲れた。足がパンパン。あーすげー、あ、夕日眩しい眩しい眩しい。綺麗ですね。あー滝めっちゃ綺麗。おお、これが風呂。すごいですね。なんかはい、ということで夜になったのでシネスポットに向かいたいと思います。はぁ、爆睡してしまった。もう絶対夜寝れねえじゃんこれ。あの山の中に今からまた戻ることを考えると動機が止まらないです。休診飲もうかな。やべえ、寒い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 。とりあえずね動画編集しなきゃいけないんで今日で家に帰るんですけど、マジで嬉しいぜ。もうちょいで入り口に着きますね。はぁ、夜の駅誰もいないですね。よし、着きました。そしたら準備します。怖え。そしたら準備ができたので向かいます。もうね
大体のルートは覚えたんで、こっからですね。やばいやばいやばい、めっちゃ足音するじゃん。そりゃそうだよ、山だもんね。はあ、やばやば、俺何してんだろう。階段まで来ました。あれどこだっけ、こっちか。はあ、すげえ、ほらこれ倒木しちゃってんだ。落っこってこないよね、こんなの落ちたら死ぬぞ。で、そっか、ここは道がないんだね。あー、キョンですね。ごめんね、こんばんは。めっちゃ見てる、見つめてる。かわいいな。やっとここまで来た。ロープウェイが見えました。お邪魔します。ね、昼間見るとなんかノスタルジックな感じに見えますけど、夜さ、こういう残留物を見てるとめちゃめちゃ怖いですよね。ああ、ホラーな。ちょっとホラーな見ていきましょう。うわぁ、すげえ。夜見ると、これ、キョンの巣か。これ大丈夫？崩れない？やべえ、なんか入りたい。入ってみたい。なんか誘い込まれてますか？うんって分かった。ちょっとだけ、ちょっとだけ入ります。奥を照らしてみたい。お邪魔します。あ、先はもう水ですね。はあ、すぐ先はもう水で塞がってんだ。なるほど、何の穴だったんだろうこれ。この感じさ、絶対人工的に掘られたものですよね。ほら、手前はなんかすごいいびつですけど、奥の方はさ、ほら明らかに人が削ったような感じですもんね。やっぱり防空壕とかそういうのの、うわ、びっくりした、びっくりした。出ます、出ます。お邪魔しました。息が詰まる。こっからもう一回ロープ映像用上がりましょう。タイヤが並べられてる。落ちた時用ですかね、ロープウェイから。この上にちょこんって乗るんでしょう。で、ここやっと終着地点ですね。これね、階段でしたね、昼間見たやつ。階段で、で、あっちと繋がってるんだ。何の空間なんだろうこれは。あー、そっかそっか、ここで降りて、で、この下をくぐって、で、こっちの穴から出てきて、で、こうやって行くんだ、昼間の位置に。ね、昼間はね、よじ登っちゃったから、こう行って、これが昔このテーマパークで使われてたルートですね。広場まで来ました。すごいな、なんか綺麗な花が咲いてますね。なんか夜だとこういうのがすごい目につくな。なんでだろう、昼間全然気にならなかったのに。あ、本当に違うわ、夜と昼。やばいもん、このトトロの入り口みたい。お邪魔しまーす。でも何十年も放置されてても、こうやってある程度道が残ってるんですね。これさ、おお、
ここのさ、恐ろしい鳴き声は何なの？めっちゃ怖いけど、なんか今のところ嫌な感じしないですね。あ、看板のところまで来ました。すごい、本当にこの世に本当に昼間があってよかったですね、マジで。逆にね、ずっと明るいのも怖いですけど、あの映画のミッドサマーみたいな感じで明るい恐怖みたいな、ああいう怖さもありますよね。俺は何の話をしてんだ。ああ、で、分岐まで来ました。まずはじゃあ砲台跡見てみましょう。またおおキョンか。こういうさ、なんか忘れられた場所にある忘れられた建造物ってすげえ怖いですね。夜見るともうオブジェとしての役割を完全に終えて、はあ、こんばんは。すげえ。ちょっともう一回登ってみましょう。よく俺これ本物だと思ったな。結構気づかなかったぞ。いやー、結構高いですねここも。こんばんは。まあ、わーっつってさ、この中にさ顔があったら死ぬよね、こうやってグッつって。お邪魔しました。そしたら次右ルート。あっ、ちょ、何、なんか人の足音みたいにしなかった？いや、なんか動物系じゃなくてさ、ちょっとね、最近もう動物の気配とかがもう察知できるようになったんで、それちょっと特殊能力が身についたんで。うーわー、なんか光ってない？なんだあれ、なんだあれ。ああ、動物か。動物だよね。ちょっと待って。なんだろうこれ。フクロウか。わからん。そしたらね、まずは昼間行ってないちょっとこっちの謎のルート行ってみましょう。ちょっと待って。なんかね、声みたいに聞こえるんだよな。建物ですよね、多分あの白いのは。これは何だろう、休憩所みたいな感じですかね。多分屋根だったんですね、あれ。何が何だか分かんなくなってますけど。やばいやばい、なんかすっごい人が立ってる想像が、なんでだろう。あ、こっちはもう行き止まりなんか。白いのは何だこれ。石の塊ですね。こっちは、ここはゴミ捨て場みたいな感じですかね。あんまり、じゃあちっちゃいテーマパークだったんですね。なんか画面に映んなかった、なんか気のせいか。戻ってきました。まだいるなあいつ、全然動かねえ。あー、これトンネルはやばいな。よし、ちょっとトンネル行ってみますか。
んばんは。何と遊ぶ？なんとかと遊ぶ子供プールご利用ください。金魚か。金魚と遊ぶんだ。へえ、金魚、金魚がいるところに入るのかな。なんか今の時代だとコンプラ的に NG そうっすよね。お邪魔しまーす。すごい。すごいな。これはどうしてこうなったんだろう。最後の日に置いてったんですかね、ここに。適当にバーンって投げ込んだような感じですかね。ああ、左右にも道があった。なんか今そこになんかいなかった？正面に。ちょっと待って待って待って。トンネルの中にね、左右分岐があって、すごいトンネルにこんな空間があるよ。ああ、ここやばいな。うわぁ。すっげえ空間。カビ臭い。ホコリとカビと湿気で。ああ、なんだろうこれ。なんか白いキャップみたいなのがバーって散らばってますね。ここは塞がれちゃってんだ。反対側はちょっとね、いろいろ踏んづけていかないと。反対側はあっちから入りそうだな。反対側が回り込んでみましょう。ここのなんだろう、見どころは何だったんだろう。金魚プールかな。なんか瓶、薬剤っぽい瓶ですね。あー、ここか。あれ、こっちから声しなかった。子供の声。あれ、子供の幽霊とかが寄ってきそうですけどね。なんかこういう場所、お邪魔します。これがさっき行った場所の反対側の通路ですね。こういう建物系のところって次の瞬間なんかがバッて出てきそうでさ、人とかがめっちゃめちゃ怖いですよね。ここは何だろう、まあ、管理室、機械室みたいな。何だろうこれ、オーブンみたいな。砲台山ハイランド出入り口って書いてある。ああ、ここが金魚プールですね、多分。すごいよな、金魚プールって。金魚多分死にますよ、ね、子供と一緒に入ってたら。でこれ上に向かう道ですね。お邪魔します。で上は何だろうな、何だろうこれ。休憩所っぽい感じですね。ベンチも置いてあるし。あー、でこれトイレだ。あー、全部穴が開いちゃってるよ。上はこれだけですね。
おお、びっくりした、びっくりした。猫じゃん、猫じゃん。こんばんは、ごめんね。え、めっちゃ綺麗な猫だったよ。飼い猫みたいな。気のせいか、なんか声が聞こえた気がした。一回トイレ見ときましょうか。はあ、なんかすごいですね。こんな綺麗な花なのかよくわかんないけど、なんか人が植えたようなのが勝手に咲くんですね。こんばんは、お邪魔します。こっち男子トイレだ。ああ、便器は撤去されたのかな。すごい草が上に生えて、すいません、お邪魔しました。やべえ、なんか急激に怖くなってきた。そしたら最後、この廃小屋ですね。これはちょっと建造物っぽいんで入んのやめましょうか。はあ、うわ、これはすげえな。ぶっとい柱があって、屋根は崩壊してますね。で、多分おそらく売店的な感じでしょうね、ここは。こっちは何だろう、何もないですね。あ、やばいな、ここはやばいな。しかも崩れそうだな、今にも。お邪魔しました。何だろうな、あんま心霊スポットっぽくないな。嫌な感じみたいなしないですね。デジカメ、全然デジカメ使ってなかった。写真撮っておきましょう。あれあれ、やばい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 。あ、びっくりした。画面割れてんだ。いつ割れたんだろう。あー、さっきコロナ時かな。そしたら最後、スピリットボックスやってみますか。こんばんは。あ、ちょっと待って、ガンって言ったけど、中で。こんばんは。なんか声しなかった、やっぱ。あ、誰かいらっしゃいますか。なんかいたら音とか出せますか。こんばんは、誰かいますか。ラジオっぽいですね。男性の方ですか。ここで働かれてたんですか。すいません、ありがとうございました。失礼します。多分今のはラジオですね。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。よし、そしたら帰ります。お邪魔しました。失礼します。帰ります。はぁ、戻ってきた。地上に戻ってきました。疲れた、マジ疲れた、超疲れた。もうね、泥だらけよ。マジこの6日間で服が信じられねえぐらい汚れた。ただいま、ヨンフォア。それじゃ帰ります。はい、ということで砲台山ハイランドでした。めちゃめちゃ疲れた、マジ疲れた。まあ、登山ルートは片道40分ぐらいですかね。まあ、心霊スポットっていう感じがあんまりしなかったですね。なぜか見た目も立地もめちゃめちゃ怖いはずなのに、不思議ですね。まあ、ということなんですけど、千葉編は終わりです。まあ、ちょっとね、この旅でだいぶ千葉県のイメージが変わりましたね。このね、奥の方まで来るとほんとめっちゃ綺麗でしたね。特に今春だからかな、
桜とね、自然と海と本当に綺麗でしたね。そんでまた家に帰ります。まとまはこんな感じで、まだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていけますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。やっと帰れるぜー。